崩壊後の D 郷 D 郷事故は、1847年5月24日に発生した5名の死者を伴うイギリスの鉄道事故である。1840年代、イギリスの鉄道網を拡張するために、チェスターホーリーヘッド鉄道が企画され、その中でチェスターの D 川を横断する橋が必要とされた。この橋は、互いに組み合わされた3つの巨大ないものよりなる。 中鉄の桁を持ち、各桁は、電鉄の棒により、全長にわたり補強されていた。1846年9月に完成し、主席鉄道検査官のチャールス・パスレー将軍の認可の後に、地域交通に供用された。1847年5月、落橋事故が発生し、橋を通行していた普通列車が川に落下した。この事故で5名の死者と多数の怪我人が出た。 事故の根本的な原因は設計上の問題とされた。橋はロバートスチー・ブンソンの設計で、彼は地域検査官に無知を咎められた。中鉄は圧縮には強いものの、ねじれ、引っ張りには脆いことが知られていた。また、事故当日、線路を支える菓子の梁に火がつくことを防止するために、橋の上を敷石で覆う作業が行われており、 新たに追加された敷石の荷重も事故の一因となった。皮肉にもこの予防はロンドン、ウックスブリッジのグレートウェスタン鉄道でイザムバードキングダムブルネルが設計した橋が出火して崩落した事故を受けてのことであった。D 強事故は結成されたばかりの鉄道検査会の初期の大仕事の一つとなった。検査官の長は王立議官のシモンズ大将で 彼の報告では繰り返す曲げにより桁が実質的に弱体化していたと推測していた。彼は主桁の壊れた部分を検査し、それが2箇所壊れ、1つ目は真ん中にあったことを確かめた。壊れずに残っていた桁の上で機関車を走らせる実験では移動負荷の下で橋が数インチ変異することが判明した。橋の設計は根本的に誤っており、 連鉄のトラスは全く桁を補強していないと結論し、売身でも同様となった。スチーブンソンの設計は、連鉄のトラスが全体の構造を補強することに依存していたが、中鉄桁に取り付けられていたので、負荷が加わると変形するようになっていた。事故は線路に敷石が敷かれた数時間後、機関車が最後の桁に達した際に起きた。桁は真ん中で割れ、 すべての車両が50フィート下の D 側に転落した。敷石の荷重は間違いなく事故が起きる一因となった。詳細な原因については様々な説が唱えられたが橋の設計が重篤に誤っていたという点では意見は一致していた。ルイスとギャグは応力集中により増幅された桁株の張力により壊れたと主張した。ヘンリー・ペトロスキは連鉄棒は 量の圧縮を悪化させ、中心からずれているために速報をねじれ雑屈による破壊をきたしやすくすると述べた。しかしこの意見は、ロ性破壊を説明できない。桁の繰り返す変異により、下べりの唾の角から疲労により破壊したと考えるのが妥当である。橋が建設される数ヶ月前、ウィリアム・フェアベアンは、 ロンドンの土木技師会の集いで設計者のスチー・ブンソンに中鉄ネタの問題を警告したが、この忠告は無視された。王立委員会は、鉄道橋に中鉄トラスを用いることと設計を非難したが、その後、ウートン橋崩壊、ブルハシ事故など中鉄鉄道橋の事故は続いた。これ以外にも、ステープルハースト鉄道事故、インベリサン事故、ノーウッドジャンクション事故が発生した。 一方で1851年の水晶宮と1857年の南ウェールズのクルムリン水路橋は中鉄を用いて成功した例である。しかし、中鉄を張力針に用いていた初代提供が1878年に破滅的な崩落事故を起こして、以降は1890年完成のフォース、鉄道橋のように鋼鉄が用いられるようになった。 ありがとうございます。